あら、ここには竹内古墳群書いてないからね。筆跡の方か、竹内古墳群でございます。もう見えんがね。はい、上がってみましょう。どうかね、もう草がいっぱいかね、これ。ここの上に古墳がね、何基あんのかね。ああ、よう見えますわ、看板。はい、よう見えました。おお、竹の子が出てますね。古墳の中からね。こう、いや、上がられへんの、これ。これ上がれんのやろ。もうね、ここの階段が全然なくなってますね、手前下はね。この辺も階段なくなってる。まだ何年か前やからね、こんなに傷むもんかね。ほら、この看板も何もないですね。あらあら、ちょっと上がってみましょう。看板も何もないからね、これ分からんがね、これ何か。まあ、そういうふうんじゃなさそうやな。どう形見てみようか。まあ、山の斜面で作ってるからね、しゃあないか。もう随分前や、何年も前上がっただけやからね、ちょっとはっきり覚えないね。墳丁でございます。下からだったら高さ4、50メートルあるね、これ。おお、これは眺めいいぞ。こういうことは、こっちの古墳は、これどこですか？あのやつは、あれも古墳かね、あれね。全然看板がないからね、わからないですわ。ほら、ここにも塚があるんですよ、これ。これ、円墳みたいな塚があるんですね。看板は。あら。この中にはね、古墳があるんだけどね。新密さんかなんかの、年になってるみたいでね、入られるんでね。ここも古墳があるんやけど、入られませんか。ああ、これ前歩いたことあるな、こう。これも古墳やろ、これ。見るからにね。あ、そこに看板がある。あの看板見てみよう。もう下はね、これ崩れてますよ、これ。ね、危ない。はい、看板見、あ、この看板見れるぞ。ほら、竹の内、竹内1号墳、2号墳、で、古墳、3号墳、現在地4号墳。ということは何、あれ、前1号墳、2号墳で見たんかね。ほんで、降りて4号墳やから、3号墳は横あんねんな。はい。ここにもともとなんか看板があったんやろけど、これ看板が。ね、この看板分からへんね。これやっぱ古墳ですよ、ここがね。竹林になってるね。あの奥に大きなね、古墳があるんだけどね。本見たの中に。一回見せてもらいたいんやけど、撮影できなかったらね、撮影禁止言われて。うわぁ、竹林になってますよ、これ。まあ、ほとんど人は歩いてないですね、これは。足方もほとんどないっていうことは。あら、もう階段が朽ち果てとるわね、これ。こんな階段あったんかな。階段ないがね、これ、ここは。ね、どう降りるの、これ。こっから降りるの。
これからみんな降りてんねんな。これは階段じゃないぞ。ということは、あの反対の道を歩いたら階段があるんじゃないかね、あれね。これは階段じゃないですわ。うわ、滑っとるわ。これはダメですわ、ここは危ない。あ、道出ましたけどね。ここから降りてきたよね。降りる、あのルートを待ちくらうかな。こんなんですからね、これ本当に大木がバタバタ倒れてますわ、これ。これここから上がる道あんのかね、ほんならあるんかね。わーっとあるんやわ、そこね。この辺から階段があったような気がするんだけどね、間違いなきゃ。おお、やっぱりあんねんわ、階段。これ階段や。これどこ行くんやろな、この階段。この階段上がってみましょうかね。もう看板もね、文字が見えんぐらいになってますからね。もうこれは大変なことになってる。階段一段崩れてるね。この辺はまだ階段使えるからいいか。この階段大丈夫かね。ここもね、全部はほら、ここなくなってるし、もう腐っとるしね、階段も。いや、わかりました。え、もっと上、これ待ちこたんだ、右左。なるほど、この階段見よう探さんだな。この掘り方、もぐらや、もぐらいっぱい掘ってある。あら、そこにね、そこにステージがあんねんけど、もう座られんがね。 あれやからな、あれが1号分、2号分やったら、これ3号分ってことやろうか。ほら、よー見えます、看板。ありがとうございます。1個だけやった、看板見えな。もう階段も潰れてしまって。はい、これが看板。看板、看板じゃなかったね。やっぱ下から行こうか。竹戸高く行っても仕方ないね。まあ、この辺ちょっともう小物巣だらけやからさ、ちょっとしたことやけど歩かれへんね、これ。切るなりなんなりしないとね。あれが1号分、こっちが2号分、そういうことやろな。あの看板から言うと、もう階段なんかありませんかね、ここ。階段もね、木で作ってくれとるからね。もう腐ってますやんか、これ階段もね。もう周りの山、竹の子いっぱい出てましたけどね、取ったらあかんらしい。高取城なんか行ったらひどかったね、竹の子。もう掘って、あの掘ってやりましたから、もう山道にね。はい、秘跡の方からちょっといっぺんくるっと回ってみましたけど、ありがとうございました。古墳も確認できたのは3つか4つ、そんなもんやったかな。全然あとは確認できなかったですわ。このらしいのはいろいろあるけど。はい、ありがとうございました。